ツイートしようみたいな思ったんだよね。でもほんと6時ぐらいに起きて、ちょっとライトの色変えるね。そう、6時ぐらいに起きてなんかツイートしようと思ったんだけど、ツイートする言葉が浮かばなくて、ずっとそのままにしてちょっと一瞬寝ちゃった。そう、トイコに貢ぐために働いてるじゃあ私はナオポに会うために働いてるんやな。今日は休みです。休みか。あれ？今何月？あ、6月か。まだな、みんな夏休みの時期ではないのか。トイちゃんこんにちは。ただいま自分の母親を看病してる。大事やな。もうみんなね、私も親をこうやって大丈夫ですか？大丈夫ですか？ってやってるよ。まあ会うための準備期間さんな。東京でお仕事がうまくいけばね、会いに行く。待ってます。平日のお休みとか都合つけられたらいいな。でもね、都合つけてくれるのはやっぱ嬉しいね。会いに来てほしいもんな。なあ、でもなかなかね、早くねこういう状況が収まってほしいよね、間違いなくね。やほ、仕事中に可愛い顔と声は少し見に来ちゃった。見つかったら怒られるパターンないしやな。なんか部分的には、部長的には今日の昼勤も出てほしかったらしいけど、今日の晩から36時間になるからやめ止められた。労働基準法に止めと労働基準法に引っかかるってことですね日本語が分かんなかった。いいといらっしゃい、暴走好きもいらっしゃい。まあぜひぜひ皆さん峰富士子検討してもらえたら。あ、メガゴールドいらっしゃい。なんかちょっとしつこいかもしれないけど、今日もうちょっとだけリツイートさせてもらうかもしれない。そうなので、もしご検討いただけるのであれば、はい、すいません、ちょっと今日も引用リツイートだけさせてください。ストレートがいい。あ、でもね、やっぱ結構ストレートが好きな人が多い。そう、ストレートが好きな人が多い。昨日ストレートやってん。そう、昨日ストレートだったからちょっと気分転換で結んじゃった。サイズが小さかった。でもサイズぴったりだった。ぴったりがダメだったみたい。そう、ぴったりがダメだった。今度の勤務かけトイコかけ怖い。多か人事超えた。あ、でも私もよく言われる。そう、言われない？お、言う。私大抵ティンって言う。あのアーシャって個別にとって、そうです。時間に分けて個別でとって、でなんか私はどれ何番目だったかな、まあ4番目ぐらいにとって、でそれを多分組み合わせてくれた感じ。パイセンが多分作ってくれたんだと思う。そうそうそう、あ、お腹鳴った、ごめんなさい。そうそうそう、うついらっしゃい。だからそうですね、パイセンがね一生懸命やってくれてたよ。言ってたもん昨日まあまだ覚えることだらけだし。どうだね、最初はね本当に大変だもんね。俺に会うためとか嬉しい。まあだってそうでしょ、みんなに会うためにさ。そう、ナッポもそうだしね。え、本当そうだよ。それが理由や。というかそうじゃなかったらな、理由ね、目的がな。ちょっとどういうこと話したいことある？オッケー、楽しみにしてるな。そういえば5月29で5年目に突入しました。おお、ありがとうございます。本当にありがとうございます嬉しいね、5年。ではもう一番最初からやん、見てくれてんのな。ゆいたんもいつもツイッターありがとうな。メガゴールド、今週のスカイプ物販、あ、ありがとう、マジで。本当になんかスカイプ物販ね、本当に買ってくださってありがとうございます。今度は19日、デュエットを、考えております。はい、デュエットを考えておりますので、なのでちょっと皆さんに、あのズーム打ち上げとか、ちょっと皆さんからリクエストをいただいたので、デュエットが見たいって。親子っ子はねやってるんだけど、親子っ子ではなく、また違った形でデュエットが見たいということなので、ちょっと皆さんの声にちょっと私も答えたいなっていうところはやっぱりあるので、ちょっと大井さんに聞いてみたら、あの大丈夫だよって言ってもらえたんで、
はい、2組デュエットを、計画しております。はい、2組ね、私もちょっと企画してもらって、そう、この子とこの子はこういう感じの歌を歌ってくださいっていう風に言ってますので、私も歌いますので、はい、ぜひぜひ19日。ポリクラ好きやんな。ポリクラとかこの前久々に撮ってん、なんか特典でツアーをお配りするようにさ、撮りに行ったの一人で、超楽しかった。最近のパパいらっしゃい、最近のポリクラ全然撮ったことなかったから、がいつぶりやろ、でもだいぶ久しぶりに撮ってすっごいテンション上がった。なのでぜひぜひお待ちしてます。日本にもバカンス、バカンスね、まあ、確かに必要。タラレバなっちゃうんだけど、タラレバで昨年みたいに普通だったら競輪お休みの時にちょこちょこやってたんだろうなって。タラレバって何？そうそう、あと昼勤やってたら48時間になるから、まあそうね、労働基準法ですね。かなていらっしゃい初ライブ行ったのが5月29。あ、そうなんや、そっかそっか、いやーおめでたい、ありがとうな。今日は通常スカイプ争奪戦、はい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 、そうでしたね、0時からね、0時からそうでした、スカイプが0時からあるみたい、よろしくな。かけって俺が選手間違えた、ゆかの可愛い動画間違えられなかったら背伸び待ち受け、峰富士子以外にもう1枚。おー、でも結構間違えられてんでしょ、結構間違えられてんでしょ、毎回。そんなことないの、それなんか言ってなかった、私はどっちもがいい青いヘッドホンが届いた、青い、私もさ、ヘッドホンが欲しいなと思ってさ、どうなんだろう、ヘッドホンみんな持ってる？祖父母の入院費に持っていかれたから、トイちゃんに申し訳ないけど、ああ、通常待ち、いや、もう買ってくださるだけで嬉しい、本当に。ありがとうね、ありがとう。嬉しいな、ありがとうね。すごい大きい声になっちゃった。ごめん、ちょっと音量注意しといて。あっち、いきなり叫び出すことあるからさ、ちょっと気をつけて。トイちゃんに会うために来月まで頑張る。うんうんうん、楽しみにして、楽しみに。トイちゃん、いいこと言うな。いいこと言うでしょ結構でもね、これいいことはもう大体こうなんかこう名言集みたいな、そうで自分を高めてるどっちにしろゆかにわがまま言っちゃうやつ、え、どっちもわがまま、一番のわがまま、また話せるの楽しみにしてる、うん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 、こちらこそですよ、嬉しいからな。で、そうだからデュエットね、19日のデュエットぜひ見てほしい。あ、キッズいらっしゃい。あ、そう、23日もしかしたら、あー、そっかそっか、もしかしたらな、オッケーオッケー、じゃあそれは覚えとく。うん、おはようございます、久しぶり、パパです、パパですとか言って、お疲れ様ですよ、パパですって言っちゃった、パパありがとう久しぶりやな、ほんまにな、元気してる入りは民謡女子なので、演歌女子は3年目からですね、2周年のライブから見てるので。おー、でもね、私ね、あー、下田さんいらっしゃい。